とっても暑い。めっちゃね、濃い抹茶ですごいホットでね、温まります。めっちゃ濃い。でもなんかすごいくどい、うわ抹茶っていう感じじゃなくて、緑茶っぽいそういう感じもあるので、抹茶苦手だなっていう人でも多分飲みやすいんじゃないかなって私は思います。はい、でこちらのセットの羊羹です。これも食べますね。めっちゃなんか和っぽくて最高です。羊羹と抹茶で本当に最高です。これはもう日本の文化って感じで、堪能していきます。はい、みんなも来てね。はい、ではこちら二人静かで来ました。今から入っていきたいと思います。レッツゴになりました。よろしくお願いします。ということで、最近は、ね、温泉をね一旦お休みさせていただいてたんですけれども、相変わらずエリカ自身は元気でやっていました。温泉のももう一度やっぱり再始動ということで、名前を変えて白崎エリカとして、再始動しますので、よかったら絶対にチャンネル登録をして、見逃さないようにしてください。はい、以上です。ということで、何ピョンできたか皆さんコメントで教えてください。結構ピョンできましたよ。ということで、こんな感じのちょっとよくわからない感じですけど、これで広さを
例えてみました。はい。夕食の時間になりました。ちょっとごめんなさい、今日はメイクを落としてしまいました。お風呂を満喫ってことで許してください。ということで、こちらが食前茶です。群馬県産の茶葉を使ってます。はい、こちらが食前茶。で、こちらがね、ちょっと待って、これ牛乳を使ったカリフラワーのムースです。はい、次に、たくさんあってね、漬けマグロのお寿司です。こちらが寒ブリの、磯辺巻きです。これがあれですね、しゃぶしゃぶだ。群馬ブランド欲張り鍋ですね。和牛もち豚国産の白菜ということでですね、こんな感じで。こちらがミニすき焼きです。すき焼きはご飯来るときに火をつけてもらいます。こんな感じで、堪能していきたいと思います。じゃあまず食前茶からいただきます。でもね、茶葉の香りが良くて美味しいです。これをね、絶対に食前にいただくそうです。